18世紀のアイスランド語の写本 SM66 より、オーディンの肩に止まって報告するフギンとムニン。フギンとムニンは北欧神話に登場する神オーディンに付き添う一体の渡りガラス。フギンは思考を、ムニンは記憶を意味する。フギンとムニンはオーディンへ様々な情報を伝えるため世界中を飛び回っている。スノーリノエッタ第一部。 ギュルビタブラカシ第38章での記述によると、2話は夜明けに外に出され、情報を集めてから夜に帰ってくる。そして、オーディンの肩に止まり、その耳にニュースを囁くという。オーディンを刺けケニングの一つにカラス神があるのは、この渡りガラスの存在による。コエッタのグリームニルの言葉第20節では、オーディンの口から、フギンとムニンが毎日世界中を飛んでいるが、 戻ってこないことを心配しているといった趣旨のことが語られている。ヨハネス・ジェアーズの作品、オーディン・アーサーラ・ラッカムが、学劇、ニーベルングの指輪の挿絵に描いた、神ボータンが放った庭の大ガラス。どうジークフリートの視線の先にボータンの大ガラスが見える。ありがとうございます。